はい、優雅に始まり直樹に終わる喋るだけ喋る、今日が54回目になりますが、先ほど収録始めようとしたらアプリがなんと100回配信しましたということで、これが101回目なのか102回目なのか分かりませんが、100回配信したそうです。多分102回目になるんじゃないかな。そんなわけで、やってるうちに100回100日以上が過ぎたということになります。そんなことで別のタイトルを用意してたんですが、タイトル変えました。収録を始めようとしたら記念すべき100回とアプリが教えてくれた話ということで、喋り終わっちゃいましたけども、ネギ1111本溜まったらライブをすると言いながら、何本になったかというと474本ですね、昨日の時点でね。474本、100回で474本ですから、まあ1回あたり 4.7 本と、まあまあいいペースじゃないでしょうか。多い日もあり少ない日もあり、あんまり一気にいっちゃうとね、ライブが早く近づきすぎちゃうんで、これぐらいのペースがいいのかなというふうに思ってますが、ワンコが吠え始めました。はい、大体どういう人に吠えるかというと、スマホ見ながら歩いてる人ね、あとはちょっと不思議な歩き方する人ね、そういう人には吠えるんですね、なぜかね。まあいいや、はい、そういうことで、何の話だっけ。あ、そう、収録を始めようとしたら記念すべき100回とアプリが教えてくれた話ということで、これはこの先200回も300回も教えてくれるのか、さすがに100回だけで終わりなのかよく分かりませんけれども、とにかく5月の29日ぐらいですかね、始めたのがね。6月、7月、8月終わって3ヶ月とちょっとが経ったと。あ、ちょうど100日ですね。以上が経ちましたね。3ヶ月と10日ちょっと過ぎたということで計算合ってますね。はい、100日経っちゃいました。1年の3分の1近くが経ってしまいました。こんなことやってるうちに1年経つんでしょうか。今日は9月の12日ですね。9月12日木曜日の朝。北海道札幌は寒い朝ですね。寒い朝。涼しいよりも寒い朝ですね。どんより曇り空で、まあなんでしょう。雨がちょっと小雨が降ってもおかしくないような天気。昨日ちょっと雨、昨日ちょっと朝のうち雨模様だったんですね。それがね。はい、ちょっとどんよりしている。北海道札幌です。まあそんなことでもうすっかり涼しくなってきました。朝晩寒いですね、そんな感じで体の日常ってか、というかこれ始めた時は5月末で、その後夏があったんですもんね、今日は30度超えます、暑いですとか言いながら喋ってたのはもう遠い昔の話で、もうすぐ雪が降るまではいかないけども、まあ、だんだん冬の足音が聞こえてきた感じですね。はい、今年はいつ雪降るんでしょうという話題がもうすぐ出始める。9月下旬にはそんな話題が出始めて、秋分すぎるともう雪の話題ですね、北海道札幌はね。そんな感じで変わらぬ日常を送ってます。話題がなくなっちゃいました。今日本当は別のタイトル予定してたんですけど、自民党をぶっ壊すと誰も言わない、そんな日本が先にぶっ壊れるかも話というタイトルを作ったんですが、まあちょっとやめました。はい、でこの話で気になるのは、まあね、お父さんももうやるなら頑張れって言ってね、言ってるそうですけれども、そんな中でだんだんこうドリームチーム構想が出てきてて、ね、若い人を一応中心に置きながらドリームチームでとにかく選挙勝つんだと、このままでは自民党がぶっ壊れるという話で、みんな、あ、そうすかとか言いながら渋々そっちの方に乗ってて、多分ドリームチームのメンバーにお前も入って支えてくれと、もう大臣の椅子がいっぱいちらついてそれで票を集めてんじゃないかという、今日が告示ですか。はい、まあそんな選挙戦になってきましたが、どうなるでしょうかこの先ね。あんまりパッとしませんね。対する野党の方も、まあ、代表が選挙もなく変わるところもあれば、今、ね、4人で選挙やってるところもあるんだけど、それもパッとしませんね、見ててね。どうなるんでしょうか、日本の政治。ね、やっぱり、まあいいや、やめましょう。ね、で一方でアメリカ大統領選挙で、これが、テレビ討論ありましたね、テレビ討論。テレビ討論は、なんか、微妙ですね、あれね。日本では本当のことがどこまで報道されてるのか分かりませんが、まあ見てる感じ、テレビ討論やる2人司会者がいたわけかな。なんとなくこう、ね、なんとなくちょっと民主党びいきなような雰囲気もややありつつも、ね、トランプさんも、ね、移民は犬食べてるとかわけわかんないこと言うから大丈夫かとか思いながらちょっとだけ見てました。うん、なんとなく、うん、どこまで噛み合ったのかわかりませんけども、あの、はい、ファンと覗いていく年寄りカップル、何なんでしょう、はい、気になるんでしょうか。私今喋ってるんですけど、なんであの人喋ってるんだろうと思われてるかもしれません。まあそんなことで、まあ、とにかくラジオトークね、初めて100回経ちました。でこうやってボケ防止で喋ってるとね、本当にボケ防止になってるのかよくわかりませんけれども、もしかしたら喋れば喋るほどボケていくのかもしれないとか思いながら、そういえば80、90の特におばあさんはよく喋るよなとか思いながら、だから喋っててもボケていくのか、でも喋らないとも本当にボケちゃうんでね、まあ、喋るしかないんでしょうけど、まあバイデンさんみたいになっちゃわないように。そういえばなんかね、ドリームチームのドリームチームを作る参謀役をやっている、あ、そう、菅さんですね。菅さんあたりもなんとなくちょっと大丈夫ですかね、あのボケ入らないですかね、ちょっとボケた頭でドリームチームとか言ってないでしょうね、なんかそれも心配になってきましたね、大丈夫かなという。まあね、なんとなくこうやっぱり年寄りが結構シャシャリ出てきてるんですよね今回ね。
うん、車椅子に乗った年寄りもそうですし、料亭でいろんな相談をして、まあここは一つ俺を信じろと言って動き始めちゃって、これでね、これはもう覚悟を持って俺を信じろで、みんなでドリームチーム作ってね、日本の危機じゃなくてまずは自民党の危機を救わなきゃみたいな話で動いてる感じがして、狭い世界の中で狭い利害のために動いてるように見えちゃう。でもそれが本人たちはそう思ってないんでしょうけどね。でそんな目で見ていくと、いろんな人が結構総裁選で勝手なことを言い始めてるというより、思い切ったことを言い始めてるんだけど、思い切ったことを言ったいろんな人を全部ドリームチームで大臣に取り揃えましたっていう話に多分なるんだろうなと、ね、だからとにかく9人立候補しましたけど、やるだけやれと、でみんなドリームチームだってみんな大臣として入るというね、まあ、そんな話になるんだろうなと思いながら見てるんですけどね、まあ、大臣じゃなく党の三役も含めてね、党の三役と大臣は今回総裁選で立候補した連中がみんなこぞってなるというね、これがドリームチームだってね。で今9人のドリーム、夢の共演、夢の球宴オールスターシリーズ、がね開幕中ということで、今日から始まるんですかね、もうすでに始まってますけど、これがあと3週間2週間ぐらい続くんですね。この状況がね、なんだかね、大丈夫でしょうかね。それより何よりこの3年間の再評価と、あとその前の、安倍政治以来の再評価を、再評価っていうのは要するにいい面悪い面含めてね、悪い面全部積み残しなんで、いい面悪い面含めてちゃんとそこに切り込まないとダメなんですが、そこをめぐる議論がないの で過去がしっかり総括できないと、過去のどこを引き継ぎどこを見直すかっていうのをもっとちゃんとやらないと未来はないような気がしちゃうんですけどね。なんとなく日本がどんどんぶっ壊れていくような気がして、困りましたね。どうしたらいいんでしょう。私には何もできませんという、もうなんかテレビ見てても虚しくなるという。でも他にないんだもんね、選択肢がないんだもんね。選択肢がないって困ったもんだね。もう、手詰まり状態みたいな、手詰まり状態の中でもやるしかないんでしょうけど、もう一個やっぱりちょっと漂流感覚ね、漂流してるというドリフト状態ですね。ドリフターズの世界ですね。ドリフト状態で、まあドタバタで終わるのか、ドタバタでも終わらないし、後片付けしなきゃいけないし、誰も後片付けする人がいないんじゃまた困っちゃうなっていう。まあ麻生菅さんは、麻生さんも菅さんももうあんまり先に長くないから、最後の夢で小沢さんも最後の夢でやりゃいいけども、それじゃあちょっと若い世代が浮かばれないなということで、もう頑張るべきは20代30代40代あたりですね。せいぜい50代前半ぐらいまでの人がもう頑張んないとない、年金もらえなくなりますよ、年金もらえなくなりますよ。まあ分かりませんけども、まあ、お金だけはある日本ですけどね、お金だけはあるけど、これだんだん GNP も GDP も下がって、国際競争力も落ちていく中で、じわじわと国力落ちてますからね。だから今のうちに金貯めとけとか財務管理は思ってるのかもしれませんが、それはやっぱり100年後は持たないですね。まあ100年後考えてやれないですけどね、今ね、もう一寸先闇ですからね。まあそんな感じで何の話か分かりませんが、まだまだ100回しか経っていないラジオトーク、100年後を語るのは、ね、何考えてるんだと思うかもしれませんが、引き続き200回300回に向けてラジオトークでボケ防止のために喋り続けていきたいと思います。のんきに終わります。